ヘンリー・ラモン・ブランコは、ベネズエラのカラカス出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。2018年シーズンから、MLB のワシントン・ナショナルズのブルペンコーチを務める。オフには、母国ベネズエラのウィンターリーグのブラボスでマルガリータで、監督を務めている。1989年にロサンゼルス・ドジャースに入団した。1997年7月25日の、フィラデルフィア・フィリーズ戦で、 メジャーデビューを果たす。1998年はメジャーでの出場機会がなく、10月15日に FA となった。1998年12月18日にコロラドロッキーズと契約。1999年12月13日、ロッキーズ、オークランドアスレチックス、ミルウォーキーブルワーズ間の三角トレードでブルワーズへ移籍。2002年3月20日にポール箱を呼び。 オセカブレラとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。2003年10月31日に FA となった。2003年12月18日にミネソタツインズと契約した。2004年、正捕手だった AJ ピアジンスキーが前年のシーズン終了後にサンフランシスコジャイアンツへ移籍していたツインズは新人のジョーマウアーを開幕戦で先発出場させた。 しかしそのマウアーが2戦目で故障し、約50試合を欠場したため、ブランコが代役として、先発出場をするようになった。マウアーは6月2日に一旦復帰したが7月15日を、最後に、再び離脱し、その時もブランコが代役を務めた。この年は、最終的に自身最多の114試合に出場し、トールイーソシ率492と高い数字を残して、 マウアーの穴を埋めた、オフの10月28日に FA となった。2004年12月8日にシカゴカブスと契約した。2006年開幕前の3月に開催された第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。同大会では1試合に出場。同大会についてとても楽しい時間を過ごせた。国を代表することは何にも変えられない特別な気持ちになる。 また代表になれたら最高だと言及している。オフの10月31日に FA となったが11月15日にカブスと再契約した。2008年は若手有望株ジオバニーソトの教育係としての役割も期待されていた。オフの10月31日に球団が300万ドルのオプションを破棄したため FA となった。11月30日に 母国ベネズエラで兄カルロスが誘拐され、身代金を要求される事件が発生。翌12月1日には、射殺遺体が発見された。サンディエゴパドレス時代2009年1月21日に、サンディエゴパドレスと1年75万ドルで契約。開幕前の3月に開催された第2回、WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。 オフの11月5日に FA となった。ニューヨークメッツ時代2009年12月4日に、ニューヨークメッツと1年150、2010年11月1日に FA となった。アリゾナダイヤモンドバックス時代2010年12月17日に、アリゾナダイヤモンドバックスと1年100万ドルで契約。2011年11月2日に球団が115万ドルのオプションを破棄し、 FA となったが、翌日の3日にダイヤモンドバックスと1年120万ドルで再契約した。2012年10月31日に球団が124万ドルのオプションを破棄したため FA となった。2013年1月11日、トロントブルージェイズと1年75万ドルで契約。6月7日に DF となり、6月11日に FA となった。 2013年6月14日にシアトルマリナーズと契約した10月8日にディーフとなり10日にマイナー契約を拒否したため FA となった2013年12月13日にダイヤモンドバックスとマイナー契約で合意したが2014年3月31日に現役引退を発表しダイヤモンドバックスのコーチに就任したまた この年のオフから母国ベネズエラのリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのブラボスでマルガリータで監督を務めることとなった2015年シーズンからはカブスでクオリティコントロールコーチに就任し2017年まで務めた2017年開幕前の3月に開催された第4回 WBC のベネズエラ代表コーチを務める2018年シーズンからは ワシントン・ナショナルズのブルペンコーチを務める。ポジションは保守で、他に一塁種、三塁種、左翼種としてのプレー経験がある。典型的な守備型の保守で、特に強権で知られており、3割台で恩の字と言われる、盗塁阻止率もかなりの高水準にある。また、リードやキャッチングがうまく、保一も少ない。ブレーブス、カブス時代は、グレッグ・マダックスの専属保守を務めたこともあり。 リードには定評がある。保守守備内野守備最欲守備。ありがとうございます。